今年で15周年、テーマは愛縁起縁。時空の旅に出た踊り子たち、列車は現代から過去へ、レトロモダンで粋に踊ります。なんかストーリーがありそうな感じがいたしますね。さあ、どんな踊りになるんでしょうか。踊っ子日岡の皆さん方です。お願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました。兵庫県は加古川市というところがあるんですけども、ここから多分1時間ちょいかかりますかね。電車でも2時間弱かなかかります。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。はい、当然のようにですね、こんな街中で踊らせていただくのは初めてでございます。去年はね、高知の方にもお邪魔させていただきましたけど、いろんなご声援、ありがとうございました。ここでまた改めましてどうもありがとうございました。はい、今からはですね、踊り子たちタイムスリップいたします。さあ、私も、この南の町でですね、マハラジャ時代に遊ばせていただいた経験もございますが、はい、どんな時代に今から行くのかなっていうところをご期待いただきまして、早速、参りましょうかね。はい、踊り子の準備も整っているようでございます。踊っ子ひよか、それではそろそろ参りましょう。踊っ子ひよか、用意。さあ、曲はですね、ひよかブギーとなっております。ブギーな気持ちで最後まで。